松村邦洋ためにならないチャンネル、どうもよろしくお願いします。月曜日はどうする家康大河ドラマの取っ手出しということで、今回は第25回遥かに遠い夢ということで 10.6% ですね。遥かに遠い夢、これは260年の平和な世の中を作ってくださいよという瀬名からのお願いを家康が長い時間かけて夢叶うためのもんですね。40年前ね、後世に戦国史上最たる悪妻ということで、悪妻の瀬名姫だったんですけども、今回は有村架純さん、がやるということで、すごくいい瀬名姫でしたですよね。瀬名姫の最後の悲劇、築山事件、1579年なんですよ。悪女と言われていた瀬名が本当はいい人なんですよね、有村架純さんがね。前回見てると、なんか築山という場所で国連のジュネーブのような、国連の会長のように平和な世、奪い合うのではなく与え合うんですっていう、そういう世の中を作りましょうということでね、それに、武田軍と織田軍が空鉄砲の戦をしましたということですね。ここまでやるかというような、今までの大河をぶっ壊す大河ですね。そして、有村架純ちゃんがもう今回ね、大河ドラマって登場した時にもう船の絵がありましたね。もう僕はもう今日死ぬんだなっていう、さりげない、そういうちょっと心遣いっていうのがね、大河ドラマのこうヒントになりますよね。1579年の夏ですよね。ただね、もうパッとこうお茶を飲みながら、私たちはなぜ戦をするのでありましょうって、相手が飢えたる時は助け、己が飢えたる時は助けてもらう、奪い合うのではなく与え合うのです、さすれば戦は起きませぬということです。本当に何回も言いますけど、444年、築山事件から444年経った2023年、いまだにウクライナとロシアが戦をしてるって、これをやめようという築山殿、有村架純ちゃんのメッセージじゃないかなと思いますね。その考えの人に、実は築山殿に身代わりの女の子をつけましょうとか、信康の代わりに身代わりの似ているそっくりな男の人をつけましょうということで、身代わりに誰かを死なせて生き延びるなんて、それを瀬名姫が望んでるわけがないだろうということですよね。信康も分かってるということですよね。ですから、奪い合うじゃないんですよ、与え合う、譲り合う、分け合うということですよね。別になんかスピリチュアルの番組になってるわけじゃないけど、それは僕ほんとつくづくね、築山殿から思うことがありますね。今回のどうする家康、考えさせられましたですよね。戦争のない世の中ということですよね。で、信康もいいこと言ってましたね。この大きな国は武力で制したのではなく、慈愛の心で結びついた国なんですって。守護大名はそうやって生きてきたのに、なぜこういう戦国大名でこう下克上の中で武力で制していったんだということですよね。で、信長も気づきましたね。モーセ佐久間なんてこう言って、そこにパッと編集点で、酒井忠次、大森直さんが盛りました。築山の計りごと、この築山っていうのは場所ですんでね、築山殿の計りごとって、さすがにね、殿様のね、奥様に築山のっていうわけじゃないですかね、場所を意味するっていうことですよね。そして談春さん、今回すごい目立ってましたね。佐久間信盛、良かったんじゃないですかね。本当こう今回は良かったなと思いますね。岡崎にて謀反との噂あり、信康殿と奥方、我らを欺いて武田と結び、まだ徳川殿もそれに加担しておられる。虚説でござろう、虚説でなければなりませぬぞということを言ってました。信長が横で聞いてるわけですよね。だから、徳川家康、お前謀反を起こしてんじゃねえかっていうこと、家康自体が謀反を起こしてるっていう疑いかけられてるわけですよね。で、信長も言いましたね。お前の家中で起きたことじゃ、俺は何も指図せん、お前が自分で決めろって。これ雨がピショ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 と、いいシーンだったですよね。佐久間も言いましたね。家康殿、
何をせねばならぬかお分かりでしょうな。ご処分が決まり次第安土に使いよ、というこの佐久間の早とちり。だから信長は殺せと言ってないんですよ。もうこれはもう徳川のことでやってんだから徳川で処理してくれよっていう。まあそれは何なりの厳しい処分はしてもいいけど、まあ殺せと言われても見逃しても別に俺はそこまで言わないよって言うんだけど、佐久間が早とちりしたんじゃないかなと思いますね。そして築山の場所です。信康はもう私が腹を切れば大丈夫ですよということで徳川家康の前でも言いましたけど、家康はならん、信長と俺は手を切るっつって、俺は瀬名と信康を守るっていうことを言ってましたけどね。ちょっとそれは綺麗事かなと思いましたけどね。なんか武田に裏切られるような感じになって、武田とちょっとこうね平和な感じでつながってるんですけど、でも僕実際武田となんか関係があったのは僕ね家康もかなり関わってたんじゃないかと思うんですよね。家康がやってたそれを尻拭いで二人がこういう死に方をしてしまったんじゃないかなということですね。そして築山殿がね五徳に言いましたね。五徳や、そなた信長様に書状を書きなさい。私と信康の悪行を書き連ねるのです。暴虐で不らちで不忠な母子であるとさもなければそなたまで私たちと仲間と思われます。私は仲間でございます、私は仲間でございます。いいのです、いいのですね。もう普通は五徳っていうか徳姫が前の作品だと田中美佐子さんがもう築山との嫁シュートですよ、渡る世間鬼ばかりみたいなんでひどいひどいっていうのを信長に何回もこう書いてたんですけど、そうじゃなくて自分の方から築山の方から書きなさいって言ってるって、なんかねちょっとこうこの説も僕あるんじゃないかと思いますね。築山と信康が犠牲になって家康を守ったということですよね。もう信長をこう信長をつまり欺く、世を欺くということですよね。で五徳の書状をパーンとこう持って酒井忠次が伝えましたですよね。酒井忠次って実はね余計なこと言っちゃってたんですよね。これ信長の宴会の時にいろいろありがとうな、いつもお世話になってって言った時にいろんなことを酒井忠次が言っちゃったことが今回の原因というのを前の作品とか書物では言ってるんですけど、これも怪しいなと思いますよ。なんかドラマが意外に正解かも分かんないですね。酒井忠次が信長に伝えるわけですよね。信長のねこうだから面白いんですよね。信康の移送が何度も行われてるわけですよね。これってね筆頭家老の佐久間の追放も信康がの築山事件が絡んでるから佐久間が追放されたというと意味があるんですよね。佐久間の追放なんで佐久間の追放なんだろうって佐久間がまあなんか失敗ばっかりでどんくさいからかなって他の武将が頑張ってるから出来高かなと思うけど、佐久間が信康築山事件で失敗したことで、こういう風な追放になったとすると腑に落ちるんですよね。そして五徳が岡崎殿ってずっと生涯言われるんですよ。やっぱまあ岡崎にいたってことだけど、これこういうことがあった後もずっと岡崎の殿と呼ばれた意味が今回のドラマで私は岡崎殿と呼ばれたいですっていう言葉から、ああそういう流れもあるんだなと思いましたね。この岡崎殿っていうか五徳は織田の親戚たらい回しになって秀吉の面倒を見たり、まあなんか秀吉のが面倒を見ていろいろ回っていってるわけなんですよね。この人の人生も結構長生きしたいろんな人生だったんじゃないかなと思いますよね。そして思いましたね、戦乱を終わらせるっていう考え方っていうのは瀬名の夢なんですよね。この夢を叶えて今川義元の夢でもあるんですよ。だから筋が通ってるんですよね。どうする平和な世ということなんですよね。そして酒井忠次、まあ余計なことを言いましたけど書状を読んだ成立っていうのはありますけど、酒井忠次のね本当に五徳からいただいた書状なんでしょうけど、酒井忠次がいただいたのは一つ、築山殿は悪人であり五徳を日々そしり信康との間を不仲にいたし候こと、一つ信康様暴虐にして
鷹狩りの帰りに出会いし、奉仕を引きずり殺し候の事築山殿信康との共にご自害いただく所存でございますって言うと、信長も佐久間もっていう感じだったですよね。まあ、何度も言うけど家康絡みの謀反だったんじゃないかなと思いますね。そして信康は実はね、これ40年前の大河ドラマではあやめという側室、がいたんですけどね、あと小姓と共に死ぬんですけど、小姓とのやり取りみたいなのもやってましたですよね。ね、服部半蔵も出ていましてね、堀江城に行きましたって、堀江城ってどういうことだ、お前しくじったのか、ああお前はダメな忍びじゃな、私は忍びじゃございません、このくだり面白いですよ。ずっとなんかね、ずっとこうやり口やってますけどね、まあ拒まれた、若殿が拒まれたんですっていうことで、ああしょうがないな、じゃあ大久保忠世の二俣城に逃がせようかなと思ったら、また大久保忠世の二俣城でもちょっとうまくいかなとかですね、そっくりさん集めても生かすことができなかったということになりますよね。だからお逃げしましょうよ、もうここで逃げましょう逃げましょうって言っても、信康は母上がお逃げになってからじゃっていう、母上が死んでからですよということですよね。あの木のうさぎがこう持って、母上もこうね瀬名姫持ってますけど、この木のうさぎっていうのがこれまた最終的に家康に渡って、家康から秀忠、家光、家綱、綱吉、家信、家継、吉宗、家重、家成、家吉、家定、家茂、家信まで、この木のうさぎずっと徳川の将軍家がみんなこの木のうさぎ持ってたら面白いなって、こう僕ちょっとこう思ったりしましたね、木のうさぎの辺でね。そして、まあ木のうさぎを持ちながら瀬名姫が亡くなるわね、瀬名姫がこう連れて行かれるわけですよね、ここで殺されるっていうことですけどね、鳥居元忠もお迎えに参りました、そして石川数正も、お方様どうか殿のお指図通り生き延びていただきますっていうことですよね。そして湖を渡り富塚という場所に行きました。こう富塚で殺されるっていうのが今までのドラマだったんですよね。そして富塚に着きましたね、彦解釈を頼むっていうけど、彦もね、鳥居元忠も私はいけませんということですよね。で身代わりの女の人、これ太田プロの女優さんなんですけど、若すぎますよ、あれはバレますよね、行くが良いって、それね、あなただとバレるから行くが良いでもいいぐらいです、家にお帰りって言ってましたですよね。そして松本まりかさんがもう刀で持ってもいつでも殺せる状態なんでしょうけど、ずっとお付きできてる、助けてあげなきゃいけないなという部分ですよね。で城で殿がお待ちでございますから何とかしましょうって言って、行けなくなったとお伝えよと、私はもうここで死にますよって言うと、そこで家康の船が出てくるわけですよね。そして大久保忠世信康ね、パッと来てそこで一回止まるんですよね。そして信康のシーンになって、今度は大久保忠世の方も母上が逃げてからと言ったはずじゃないかっていうことですけど、やっぱりその日に亡くなるんですよね。信康は9月15日に亡くなるんですよ。これが1600年に9月15日に家康が関ヶ原の戦いで勝つんですよ。信康の命日に家康が勝ったということですよね。そして服部半蔵がね、お方様は無事にお逃げになりました、誠のことを申せ、誠でございます、殿が直々に説得なさいました、とある村の古寺に身を寄せておられます、お前は忍びのくせに嘘が下手じゃの、そこでかぶせないんですよね、忍びではございませんで、もうそこはいらないんですよね、そこにちょっと面白い話はいらないんです、忍びでございません、一切入れなくて、信康がねこう言ってましたね、ご自害なさったのじゃな、全ては若殿に生き延びていただくためでござる、お逃げくだされ、お逃げくだされということで、逃げようと思って立って、平岩親吉ですよね、花子の岡部君にこう連れてかれて、行っていくかなと思って、花部花子の岡部君の刀をパッと取って、自分が自害くさっとこう一気にしたわけですよね。我が首を信長に届けよう、わしが徳川を守ったんじゃ、
見事務めを果たしたぞ父上に」っつって、ね、徳川を自ら守ったよって、そこに困りますよ、七之助も忠世もそこに服部半蔵が楽して差し上げようっつって、こうやってブスッと殺したわけですよね。まあ、順番的には瀬名姫の後信康が死んだんだけど、どうも回想シーンが多いから、なんか多分ドラマ見てる人瀬名姫の後殺されてるように思っちゃうんじゃないですかね。もう瀬名姫殺された後ですよね、お相の方の笛が妙にうまくなってましたですよね、そうして、でもねこれ鎌倉殿だったらもう信康も築山も普通に殺されて何とも思わないような、ちょっとこうアグレッシブなね、なんかのこの人と人との魑魅魍魎的な部分が描かれるんですけど、やっぱりここは徳川のドラマは人情的ですよね。で今川氏真も伊藤もね泣いてるわけですよね。だってここで信康が死んだら結城秀康がまだ3歳とか秀忠もまだ1歳とか2歳ぐらいでしょ。ここに家康が1週間寝込んでたりしてもう倒れるわけですから、もう徳川家もここで終わるんじゃないかと思いますけどね。で信長も実は指図してないお前に任すっていうことだったんですよ。そして、信康と五徳の娘さんどうなったのかなと思ったら、ドラマで描いてませんけど、娘さんの方はですね本多忠勝ね、山田さんがやってますけど、本多忠勝の息子の忠政と結婚して、もう一人の娘さんは小笠原秀政に嫁ぐわけですよ、信濃の松本城主のですね。で五徳はその小笠原家に何度も出入りして、乳母を決める、まあいわばオーディションみたいなところにはもう五徳の意見でちゃんとこう子供孫ひ孫にあたるまで、見てたんじゃないか、結構長生きしたんじゃないかなと思いますけどね。実際はね僕ねこんな綺麗事じゃなかったと思う、信康と家康の対立だったんじゃないかなと思いますよね。まあまあそういう流れもあると思いますね。まあ、このあと五徳なんですけど甥の信雄の保護になり、まあ秀吉の講和的な部分とあと京都に暮らしていくっていうことですよね。秀吉の預かりになったり、過ごしていくわけですね。そしてお会いの方の笛で、お会いの方の笛でなんか家康が倒れたみたいな、そんなことないですからね、笛の音は良かったと思いますよね。そして信康は自害で、家康は倒れていくわけですよね。久松長家とか大松様とかね、穴山梅雪もね望月所にどこへ行くって言ったまま、穴山も多分どこへ行くって感じだったでしょうね。多分望月千代女明智の方に行くんじゃないですかね。勝頼言いましたね、人でなしじゃな家康はつって、みんなが離れていく武田家ですよ、ね、そして、佐久間家、佐久間が信長のところに行きました。これで徳川殿と我らの結びつきはより強固なものになりましょう。よかったよかったよかった、何がよかったじゃ、二度と顔を見せるなっつって佐久間が追放されましたね。まあ男子師匠の弟子でずっと耐えてきた男子のさんだったら、まあ信長のことなんて、まあ、この程度だったらっていうぐらいの強さはありましたですよね。佐久間のね、早とちりが結局こうなってたわけですよね。それで最後ね、家康よって信長が家康よで次の場面になりました。家康よの後何を言おうとしてたのかな、ねえ、殺さなくてもよかったのに、家康よ佐久間が勝手に言ってきたんだ、佐久間のせいだ、家康よ立ち向かえ、ここで頑張れよっていう、家康よの後で、一本グランプリのように皆さんからのアイデアもね、皆さんコメントで後でお願いしたいなと思いますね。そして寝ながら涙を流しながら前の回想シーンが来てました。死んではならんぞせな、生きてくれって、そこの回想シーンにつながりましたですよね。それはできません、私たちは死なねばなりませぬ、信康と共に生きます、生きますというか生きるじゃないですよね、天国に行きますですよね。それはわがままですよ、私が死ななきゃいけません、わしはかつて一度そなたたちを見捨てた、我が手に取り返した時わしは心に決めたんじゃ、二度とそなたたちを見捨てんと守らせてくれって言ってたけど、難しかったかな家康は、国なんぞどうでもいい、知ったものか、わしはそなたたちを守りたいんじゃ。瀬名姫がかつて父と母に言われました、
いつか私の大切なものを守るために命を懸ける時が来ると、とそこに渡部篤郎さんとね、まあ、お母さんとお父さんの無声映画ですよね。大体言ってること分かりますよ。そなたが命を懸ける時は必ず来る、黙っていろ、せなバカを申すな、なんて渡部篤郎さんね。多分堤監督の軒戸っていう作品があったんで、早めに殺してくれって言ってあったのかも分かんないです。関口さん早めに亡くなりましたですよね。軒戸の方も頑張ってくださいってね、またあ会いたい時にあなたはいないじゃないけど、あの堤監督とのね、パッケージも楽しみですね。父と母もようやったと褒めてくれることでしょう、全てを背負わせてくださいませっていうことで、家康もね、世の者どもはそなたを悪辣な妻と語り継ぐぞ。それってなんか自分が将来天下を取った後、みんなで瀬名姫を悪く言うぞっていう、なんか自分が天下を取ったことももう分かってるみたいなね、なんか言い方ですよね。幕府の者たちが勝手に書くぞ、家光の時代ぐらいかな、多分瀬名姫の悪口いっぱいみんなが書くぞ、それでもいいのかって言ったら、瀬名姫がね、多分平気です、本当の私はあなたの心にいますって、のっかり家康が否定すればいいんですよ。瀬名って実はいい人なんで悪く書かないでくれよって言っても、徳川の人たちは瀬名姫のことを悪く書くってことは、やっぱ瀬名姫にも本当は悪かったんじゃないかなと思いますけどね。相変わらず弱虫泣き虫鼻水垂れの殿様じゃって、そこも書いてほしいですよね。そこ本当はそうでしたっていうのも、さすがに幕府の書物にはそれ書かないですね。ずっと昔どこかに隠れてこっそり暮らそう、小さな畑に一緒に住もう、なんてこう遥か遥か遠い夢でございました。この遠い夢っていうのが今回のテーマだったんでしょうね。桶狭間の前ぐらいにこの言葉が出てたような気がしてね。ここにいてはなりませぬ殿、お城に戻りなさい、そして平八郎小平太殿をお連れせよ、殿と共にそなたたちが安寧の世を作りなさい。わしにはそんなのはできる。できます、うさぎはずっと強ございます、こう見守っていますよっていう船の乗るシーンが良かったですよね。ああもう本当良かった。あと松本まりかさんがパッと切った後クッと避けたところも出ました。来週はね、秀長が出ますね。佐藤隆太さんも出ますんで、面白いと思いますね。なんかちょっと僕も湖行ってみたいですよね。まあさあ、いろいろと頑張っていきたい。その後築山殿の朝日姫とかいろいろいますけど、側室もね、なんか結構年いってる方が好きなのも、なんかちょっと家康の性格ってちょっとだんだん分かってきましたけど、築山は忘れられなかったんじゃないですかね。はい、それでは前回いただいた感想コメントを読ませていただきます。香里さんですね、いつもありがとうございました。瀬名の企みは女子のままごとと言ったのはちょっと許せないということですね。まあロシア、ウクライナ的なものもありますね。そして、楽市楽座は瀬名の考えだったんですねという、まあ、ドラマの中ではそうですね。そして A さんですね、歴史小説を作ってください、ありがとうございます。そして、こっちはマージーサイトの風さんですね、瀬名の暗殺というドラマではよく描いてましたけど、前回はね、実際は今回どうなんでしょうということで、またオンエアを見てね、感想をお願いします。そしてひろゆきさんですね、瀬名の考えっていうのはね、理想でいいなと思いますけどね、ただお花畑みたいなふうに言われていることもありますよということですね。こちら愛知さんですね、山田八蔵さんのピンボケは面白かった、僕も毎回思います。山田八蔵さんも今回で出なくなるのかな、太ってる人ずっといっぱい出てたけど、今回太ってる人で、今回で八蔵さんで終わりかも分かんないですね。松村栗弘ためにならないチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。